はい、こんにちは、ひまじん27号です。オルカン風神の続きですね。動画のコメントの方でですね、もっとガンガン前に行けよと、火だめを恐れてんじゃねえっていう口調ではないですけど、火だめをね、恐れすぎてますよと、もっと前に行った方がいいんじゃないですかというコメントいただきましてね、確かにちょっとね、最近こうね、言葉を悪く言うとビビってるんですよね、私。もうね、やられたくない、やられたくないで、ひたすらね、相手が来るのを待ったり、様子を見たりと、前線に立たないとか、そういった立ち回りをね、最近しちゃってるんじゃないかなって、ね、それを言われて、ちょっと考え直しましてね、ガンガン行きますよ、今回は。風神さん、ガンガン、うわ、キャニオンだ、ここでリベンジですけど、ガンガン行こうぜ、ガンガン行きますよ。ここでね、ビビって、トライデント怖い、ゼウス怖いでね、後ろでね、ちょろちょろしてる間にね、やられちゃうんで、ガンガン行きますよ。ぜい、真ん中のあの橋を渡ります。ロックオンサイトがかっこよくなりましたね。こうなんか以前はパッパッパって変わるだけだったんですけど、アップデートで改善かな。さあ行きますよ。逃げちゃダメだ、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 おりゃー、全然ダメだ、逃げるどころの騒ぎじゃないですね。当てられなければどうということ。あー、トライデントだ、おー、逃げちゃダメだ、せい、おお、なんか音が鳴った、おおおお、なんだなんだなんだ、これは知らなかったぞ。落ちろ、よーし、落としました。まあガンガン行こうぜでガンガン行けてはないですけれども、まあ落としたんでよしとしましょう。風神さん、なんかあれですね、音つきましたね、アップ出て。気づかなかった、それは。さあ、タラマググリでございます。タラマググリはね、スコア伸ばすならタラマググリがいいですよというアドバイスを受けましたので、タラマググリです。まあ戦う相手をしっかり選ばないとやられちゃうね。あのライノなんかも相性悪いでしょう。トレカネですね。よいしょ、もう一丁ライン落としましたよ。いいですね、調子がいいですね今回は。さあ、おお、来た、バイロンさん、ライン来てますね。怖いです、怖いので。よいしょ、いいですね、うまい。左のにロックオンできなくなったですね。あ、なるほど、わかった。この中央の近くのにしか行かなくなったんだ。
そういうことだ。なるほどね。ロックオンよりしやすくなったですかね。ああ、ミスった。今回はジャンプをミスりました。ああ、足がやられた。ああ、ジャンプ、あお、落ちてしまった。ああ、ジャンプミスりましたね。まあしょうがない、そういう時もある。さあ、タラマグライドです。ライノよりグリの方が使いやすいですね。あ、でもあれだ、そのトレビューとかゼウスとかを相手にするときは盾があったが距離が詰められるのか。そうなんですね。だから今正面にいる方はゼウスですね。ああいう方に近づくときは、スロット強いですね。さあ、あのラインをどう攻略しましょうか。まあもう突撃あるのみですかね。突撃ゼロ距離アタックですよ。あ、でもオルカンなんじゃなくてオルカン積んであったのか。おや、あー、ピンだったか。そう、どうしましょうかね。中距離でやるか。お、いいですね。もっと近づかないと当たってないと思いますよ。それも、まずい。ビーコン4つ目制圧されてます。ランスロット対ランスロットじゃない、ランスロットだ。それも炊飯器積んでるぞ。関係を積んだランスロットならいける。ジリアー、何、よし急げ。お、2対2。ビーコンここ取れば勝てる気がする。よし、まずい。うわ、あれはトライデントかな。怖いな。よし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 、では期待を。お、なんかここの画面も変わってる。ディスプレイの感度、これも選べるようになったのか。
ねえんだったな。まだいるぜ。よーし、勝ちました。ありがとうございます。あ、なんだ、今のなんか。おお、大きい声が出ちゃった。これはもしやすると、記録更新か ?97万7308。はあ、記録更新だ。やりました。記録更新です。やったー。うわ、これゴーレムじゃなくて、タラマググリもう一個だったらもっと伸びたか。うおー、やったー。やりましたー。マックスダメ更新です。ちょっとスクショしましょう。やった。やりましたね。はい、そして続きまして、富士もう一回行くんですが、今回次は、オルカンではなくタランでですねやってみようと思います。でタランなんですけども、本数が足らんので、外しましょう。多分誰かにまだついてるはずだ。もう一本グリについてるかな。お、光ってる。あら、ついてないな。じゃああれかな。はいはい、あれもう一本あったはず。見当たらん。あら、じゃあここ外して、タラマググリはなしにしましょう。オルピナグリですね。オルカン、久々のオルピナグリでございます。でピナタがレオさんにくっついているので、サンピナレオではなく、サンマグレオに変更いたしましょう。大変だ、忙しい。よいしょ。いや、まさかの記録更新ですね。なんでだろう。ああ、あれか。やっぱり編成で中量機体を入れてたから、マッチングが若干下がったのかな。あとは、相手がラッキーだったっていうのもありますかね。いやー、よかった。まさかまさかのところで、ゲットですね。ここも、ライノじゃなくて、ちょっとグリでやってみたいと思います。グリグリグリ、トラピングリを、オルピナグリに変えましょう。この子ですね。この子を、オルピナに変更です。よいしょ。よいしょ。97万か。ミリオンが出れば、100万超えればな。タイトル200万超えたっていうのをね、載せたいんですけどね。あれ、ピナタが1本ないな。なんでだ。あ、デストリアさんについちゃってるな。もうね、武器がね、もっと余裕があればね、いいんですけどね、ギリギリで運営してるんでね、いちいち外さないといけないんですよ。これが面倒くさい。デストリアさん、いないな。いた。デストリアさん、ちょっと。よいしょ。レオ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 レ
の、はいはいと、ああやっと終わりますね。はい、OK です。これでいきます。オルピナグリ2のタラフのゴーレムレオですね。ではいきましょう。まあメインは風神なんでね。お、パワープラントか。パワープラントならオルカンの方が良かったですね、個人的にはそう思います。まあどのステージでもうまく使いこなせないと意味がないですからね。さあどういう立ち回りでいきましょう。 VN さん知っているクランですね。強いはず。あ、抜けちゃった。なんでだ、機体変えるのかな、それとも苗抜けですかね。あ、苗抜けなのかな。相手も抜けましたね。なんでだ。あ、帰ってきた。機体を変えたの。あ、違う、補充だな。さあ来い。さあ来い。うろうろ。うおー、うお、めっちゃ減らされた。めっちゃ減らしたけど、こっちも一体撃破。あー、やられた。何に減らされた。オルカン撃たれましたよね、きっと。全然気がつかない。うわ、よし。敵を殲滅するのかな。たぶん剣相手が悪いな。あー、またここで火ダメを恐れてる立ち回りをしてるんですよね、私は。ここで今のは突撃あるのみですね。いくぜい。ほらー、味方が続いてくれるはずだ。頼みますよ、三金さん。さあやってまいりました。ああ、間違えた。いつものタラマグの感じで打ち始めてしまう。オルピナなのを忘れていた。ああ、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 ありがとうございます。ああ、ああ、半分も削られてしまってる。うわ、ゼニットに武器やられた。飛ぶか。いや、飛ばないな。引き打ちたら 50m か、うん、どうしようかな。せい、ひち、あー、たら投げたらいいな。いい、やられた。うん、ちょっと無駄な動きがありますね。1枚のグリは完全にもう距離をミスりましたね。ピナタ全部外しましたからね。やらかしました。2人落とすのはきついな。
突撃だ。1、0、ファイヤー。うぅ、危ない危ない。よいしょわ、こっち向いてる。怖い。来たー。どうかな。よし。グリ楽しいな。いい感じだぜ。頼む、耐えろ。よし、出てくるか来ないか。よし、勝ちました。グリいいですね、絶好調ですね。あ、ほら今のなんだろう。お、調子いいですね。うん、風神があんまり目立ってない。もう一回ぐらい。あ、でも23分か。じゃあ今回はこの辺で終わりにしましょう。タラフでした。ちょっとね、まあでも、うん、グリが目立っちゃいましたね今回ちょっと。まあいっか、まあ、グリだけの成果じゃないんでね。ではこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では。